everything I can is real. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はい、どうもバシヒデです。ということでね、最近ちょっと低浮上気味だったんですけども、皆さん元気でしょうかっていうことでね、僕はね、まあなかなか元気ですよ。はい、お久しぶりでございます。ってことでね、ちょっとね、動画が上げれなかった理由の一つとしても、まあ僕のね、ツイッターなんか見てる方ね、知ってる方いるかもしれないけど、ちょっとね、僕の家の MacBook Pro がですね、結構もう調子悪くてですね、こちらなんですけども、これ見てください。 Ableton Live DAW ね、音楽制作するソフトを使う時とかもうね、音がもう出なくなっちゃってるぐらいもう結構きてて、シンセサイザーなんかの音を使うとね、もうね、この 100% 超えちゃったりして、もうね、 DAW が落ちちゃうことがもうしょっちゅうだったんですよね。なので思い切って今回はですね、ニューマシンを購入しましたので、その模様をご覧いただこうと思ってます。それでは行ってみましょう。どうぞ。というわけでね、なんとかセッティングも終わってですね、で、まあ今こういう状態になりました。前使っていたね、モニターを、iMac のサブモニターにして、で、メインの iMac があって、で、まあ MacBook Pro があるという感じですね。で、まあほとんど MacBook Pro は今後ほぼほぼまあ使うけれども、ほとんど使わなくなってくるのかなっていう感じですね。うん、なのでまあ家族でね、共有にしたり、まあなんかね、間に合わせの時に使ったりっていう役割になっていくのかなと思うんですけども、まあメインは iMac でやっていくという形ですね。で、どうして僕がね、iMac を選んだのかとかっていうのはまたちょっと後で話しますけれども、はい、とりあえずね、で、一番僕が気にしていたね、DAW の時の負荷、CPU 負荷はこんだけ下がります。ね、ちょっとこれ画面ちっちゃくて見づらいんですけど、右上のね、黄色いところ、もう 10% とか 12% とかね、だいぶ下がりましたね。やっぱパワフルなね、スペックにしたので、当然。これがね、MacBook Pro の時の、ほら、こんな、ね、お水が入っちゃって、っていうね、状態だったんですね。なので、もう思い切って購入しましたということです。はい。はい。それで、この iMac 2020なんですけど、ちょっと1点気になるとこがあって、それは、まあ、プレミアプロとか、ね、で、動画編集していると、結構ファンの音がね、ブーンってなる。これ気になって、なんでだろう、 iMac 噂によるとファンの音が静かだっていう風に聞いたんだけどなっていう風に思って調べたら、なんか原因があって、これね、 Apple T2 セキュリティチップを搭載した Mac コンピューターなんですよね。
なのでこれをね搭載したコンピューターは電源コードをつなぐとほぼ同時に電源ボタンを押した場合に Mac が特殊なモードに入りファンが高速回転することがありますってことで、これねあの SMC リセットをしてあげないといけないそうです。レンダリング中の音です。レンダリング中の音です。はい、で先ほどねこの SMC リセットっていうのをやりました。はい、なんか Mac をねあの電源を入れるときに電源ボタンを10秒押してから指を離して数秒待ってから電源ボタンを押して Mac の電源を入れるっていうと、あの Mac のね Apple T2 セキュリティチップを搭載した、時のねファンの音が収まるということで、やってみたらやはりちょっと収まりました。はい、あの重たいね、まあ、電源を入れるときと、あとは動画のエフェクトね、重たいあの動画のエフェクトとかも入れてもね、あの Mac のファンの音が若干静かになったような気がしています。はい、でどうして僕がね今回この iMac2020 にしたのかっていうところなんですけれども、まあ僕音楽をねメインでねやっていく人なので MacBook Pro でもいいかなとも思ったんですが、もうちょっとパワーが欲しかった理由があります。それはですね、ちょっとこの映像をご覧いただきましょう。どうぞ。という具合にですね、最近僕あの動画編集の依頼を、受けてですね、作ることがありまして、まあ、30秒から1分ぐらいのね、このようなね、まあ、企業の、まあ、宣伝、PR 動画、まあ、CM 風の動画を作ることがあります。まあ、しっかりね、業務委託をしてやってるんですけども、まあ、もちろんメインの仕事とは別で、ね、そういう、まあ、副業的なね、まあ、サラリーマンの小遣い稼ぎじゃないですけども、そういったことをやって、まあ、一石二鳥ですね、まあ、ある程度稼げて、それからあと動画のスキルを、ね、編集スキルを上げていきたい。で僕はもうやはりずっとね、まあ、音楽とか、まあ、クリエイター的な仕事でね将来ね独立したいっていう夢もずっと持ってますので、なので、まあ、そういったことも今挑戦してるところではあるんですけれども、今回買った、Mac のね iMac のスペックを紹介していきます。今回買った iMac2020 はベサマウントアダプター搭載27インチ。ベサマウントっていうのはあのスタンドタイプじゃなくてアームでね取り付けるタイプの Mac のこと、ベサマウント。ベサっていうのはあのその規格のね VESA 規格の名前ですね。まあ、ビスアナとかね、その規格、ベサっていう規格なんですが、そのベサマウントアダプター搭載の iMac27インチレティーナ合計ディスプレイモデルを購入しました。はい、でスペックの方なんですが、 3.6GHz 10コア、第10世代インテルコア i9 プロセッサー、ターボブースト使用時最大 5.0GHz で、メモリーの方は 32GB で、ストレージが 2TB の SSD ストレージで、Radeon Pro 5700XT 16GB を搭載しております。でこの、iMac2020 はですね、ガラスをねなんかかっこいいガラスにできるんですよね。それはね今回やってません。普通の標準ガラスにしてます。ギガビットイーサーネット、これも特につけてません。はい、というねスペックで購入しました。まあ税込みでおよそ51万円しましたということですね。非常にね高額な買い物をしましてですね、多分もう5年以上ね、下手したら10年ぐらい使うというね代物を購入しました。はい、でまあ僕 MacBook Pro を購入した時にもこのね時のことを予想していたので、まあ、コツコツね、もう毎月毎月貯金をしながらある程度この時が来ることを、まあ、次のねマシンを購入することを想定して、まあ、生活してたので、さほどねダメージはなかったですね。はい、まああと当然ね、まあ小遣いと
まあ、僕んちはね、あの家の方の、まあ、家計費と、ね、まあ、分けてるんですけども、家計費の方からもなんとちょっとね、家族の協力があってですね、出していただいてですね、まあ、で僕がまあお家の方にね、まあ、ちょっとローンを組んでですね、家にローンを組んでます、組んでちょっと購入させていただいたということですね。まあ頭金も何個か入れてね、うん、ということで、で月々ちょっとずつちょっとずつ返していくというね形で購入しました。はい。まあ一括でね、僕の小遣いがポンって、そこまではちょっと僕持ってなかったんでね、あのまあちょっとずつ返して、頭金をちょっと入れてちょっとずつ返していくっていうスタイルなんですけども、かなりのね高額のマシンを購入したので、まあこれでね動画の編集、それからまあ音楽作りをしていこうというね目論みでございます。はい。であとはね、あの iMac Pro にしようかなっていうのもあったんですけども、 iMac Pro あと10万ぐらい足せば iMac Pro を購入できたんですね。でこのね2020 iMac の2020はちょっと嫌なところがあって、それは USB-C ポートが2つしかないんですよね。これはね非常に不便です。今はねもう何でもかんでももう USB-C の時代に切り替わりつつあるので、あの USB-C ポートが2つしかないっていうのはね、もうかなり使いづらいですね。であと相変わらずこの背面にある、これみんなが同じこと言ってると思うんだけど、背面にあるこのね USB の差し口とか SD カードの差し口、これもねなかなかやりづらいですね、やっぱね、うん、なので、まあ、次のモデルはいろいろその辺がね変わってくるんじゃないかっていうことで、僕はね実は次のモデルを狙っていたんですけども、もう MacBook Pro がもうねもう悲鳴を上げてるような状態で、負荷のかかるね作業、まあ動画の編集とか、まあ、DTM をやるのは結構もう大変になってきてね、もうストレスがねもう全然動かなくなっちゃうと、やっぱ人間もストレスを感じてしまうので、もうこれは限界だということでね、まあ今回購入したということですね。iMac Pro になぜしなかったのか、あと10万円ぐらいであればね、まあその幅っていうのはね10万たった10万だけど50万と60万全然違う世界なんですが、iMac Pro を買わなかった理由っていうのは、まだ僕がプロじゃないからですね。はい。まだ全然普通のサラリーマンですし、まあねお小遣いをねちょっと使って、家計費にも協力してもらって買ったというね理由で、僕はまだプロではないということで、まあ MacBook Pro はまあ MacBook Proを使ってたんですけども、まあ、iMac Pro はね僕はまだまだ未熟者なので、こっからねちゃんとしっかりもっと稼げるようになってね、その稼いだお金でガーッとね買えるようなね風になった時に、そのもっといいねものを購入すればいいかなっていう風に考えたので、今回はまあね iMac 2020のまあほぼほぼスペック的にはまあ中級上級ね、ぐらいかなとは思います。まあ、ストレージとか8テラとか積めるけど、ね、まあ、かなりいいものは買ったかなっていうふうには思ってますけども。はい。そういった感じで今回はこちらに決めました。で、まあ、僕の最近の動きとしては、先ほどもお見せしましたけども、まあ、ああいったね、動画作りをしながら、動画編集のスキルを上げていってます。はい。で、その隙間に、音楽作成をね、して、まあ、コラボもね、今動いているコラボが一つで、動きそうなのが一つあるので、それをね力入れてちょっとやっていこうという感じですね。逆に僕の場合は音楽に集中するよりも隙間時間に単発でねパッと集中した方が結構短期集中できる人なので、逆にねいい作品を作ることができるかなっていうふうにも思います。はい。でバシヒデの方もそうなんですけども、こう短期集中でまあね以前に比べたらねちょっと動画を上げる、バシヒデのね動画を上げる回数っていうのは減ってしまうかもしれないけれども、こう集中してねパンってねいいものを作るみたいなね感じでやっていこうかなっていう風にね思ってます今のところ。またね そういうこういう僕の生活のリズムっていうのは変化 があるので、また変わるとは思うんですけども、向こうしばらくはそんな感じでやっていこうかなっていう風に思ってます。はい。ということで今回はですねニューマシンを購入しましたっていうことでご報告させていただきました。はい。さあ頑張んなきゃいけないぞ、ね、もう10月で2020年も終わり、あと2ヶ月だけれどもね、2020年も来年もね頑張ってね、コロナウイルスなんかには負けてらんないぜって感じで頑張っていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ピースアウト。